どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。えー、本日はですね、新しいマリオットのキャンペーン始まりましたね。ということで、えー、10月もね、えー、2019年10月ももう半ばになりましたので、えー、今回ね、えー、新しいキャンペーンと一緒に、今ね、やっている10月のキャンペーンね、えー、一緒に、えー、今まで動画で、まあ、ポコポコ紹介してるんですけども、今回はね、全体的に、 えー、10月まとめみたいな感じで紹介していきたいと思います。もしかしたらこれからまだね、他の、えー、キャンペーンがね、まだ始まるかもしれないんで、まあ、もしそれがまた始まったらね、また別で動画出したいと思いますんで、えー、参考にしていただけたらなと思います。えー、それではね、まず、えー、今やってるキャンペーン、今まで継続、継続でやってるキャンペーンですね。えー、まずね、とりあえず、ふふ。 とりあえず、ええマリオットボンボイのね、公式アカウントが、LINE の公式アカウントができましたんで、そちらね、とりあえず登録いたしましょうね。えそれで、10月から、えマリオットボンボイの公式の LINE、えアカウントができて、えそれでね、え登録しておくと、え毎月、なんか、無料宿泊券みたいなね、当たるみたいな。まあ、それはまあ、簡単なものなんですけど、まあ、それも一応ね、 え、登録しておきましょう。で、今やってる、え、キャンペーンとして、ANA とね、コラボしてるキャンペーンがありますよね。ANA の、ANA マイレージクラブ会員、プラス、マリオットボンボイ会員の方で、えー、プロモーションコード、JY6 って入れてもらって、えー、検索すると、出てくるホテルということで、対象エリアが韓国、ハワイ、グアムで日本。で、日本もね、え、対象の ホテルがありますんで、まあ、それも、えー、合わせてね、えー、利用してみてください。で、あの、先に注意事項をね、えー、言っとかなきゃいけないんですけども、えっ、ー、と、このプロモーションコードを入れる場合ですね、あの、別の動画でプロモーションコード入れてますかっていうね、動画出しましたけども、プロモーションコードを入れると、 安くなったりっていう時と、プロモーションコードを入れると高くなったりっていう時もね、まあ、全然ゼロじゃないんで、あの、もしコードをね、利用する際は、えー、ぜひね、えー、コードを、えー、入れた時と、えー、通常の料金をね、比較してもらって、まあ、もらえるポイントは2000ポイントなんで、あまりにもね、何千円も値上がりしたらですね、あんまり本末転倒な感じがしますんで、えー そこもね、比較して、えー、予約することをお勧めしております。でね、えー、対象のホテルなんですけども、この ANA とのキャンペーンの対象のホテルは、まあ、こんな感じで、ここに出しておきますんで、まあ、こちら見ていただくか、まあ、あのー、ANA のね、えー、キャンペーンの、えー、ホームページ、公式ホームページをね、概要欄に載せておりますんで、まあ、そちらからね、見ていただけたらなと思います。 で、次のキャンペーンですね。今、マリオットボンボイは、えー、ポイント購入30%キャンペーンってのがやってますよね。18日までのキャンペーンなんで、まあ、まだね、購入されてなくて、えー、購入検討してるっていう方はね、ぜひね、あのー、この機会に、えー、30%オフで、えー、購入ができますんでね。もし購入するんだったら、えー、少なくてもこのタイミング。通常のタイミングで買うっていうのはね、あのー、いろいろね、 あの、ブログ等々でね、書かれているらしいですけども、えー、個人的には全然お勧めしてないんで <laughs>、マリオットボンボイのポイントを購入するのはね、えー、確実に、えー、割引があるときにね、割引キャンペーンがあるときに購入をお勧めしております、えー。それではですね、えー、今回の、えー、新しいキャンペーンですね。 アンロックモア、20%ボーナスポイントを獲得しさらに追加ボーナスもっていう、アンロックモアっていうキャンペーンが始まりました。で、これはですね、まあどういうことかというと、まず2滞在で2000ポイントがもらえます。2滞在で2000ポイント。えー、1滞在じゃなくて2滞在ですね。この1滞在と2滞在っていうのは、1泊で A ホテルに2泊したら1滞在。 A ホテルと B ホテテルルとと B に泊まると2滞在っていう感度で,すですので A ホテルに何泊滞在しようが1滞在になっちゃうんでこのプロモーションをゲットするにはですね A ホテル1泊 B ホテル1泊みたいなまあ1泊じゃなくてもいいんですけど A ホテル5泊 B ホテル5泊みたいな感じでもいいんですけどもひとまずはホテルを分ける。 っていうことだけ覚えていてくださいね。これやらないと、あの、あの、このプロモーションはポイントもらえないんでね。で、このアンロックモアっていうことなんで、この二滞在を完了すると、新しいね、プロモーションが現れるんですよね。ですが、そのプロモーションは見てみないとわからないっていう <laughs>。まあ、なんとも気になるキャンペーンですけども、えー、これもね、まだ私わからないんで、あの、次のね、 プロモーションはその2泊、えー、宿泊したら、アンロックされるっていうものになっておりますね。なんか、クエストみたいな感じですよね。で、あの、こちらも注意事項があります。あの、滞在の、滞在と宿泊の違いももちろんそうなんですけども、このキャンペーンは、2019年12月31日までに登録してください。登録はね。登録は12月31日まで。なんですが、実際の宿泊は、 12月のあ、10月の29日から2020年の1月14日までの期間ということになってますんで、まあ結構長いですよね。しかも年末年始とかも含んでますんで、まあこの機会にね、あの、ホテル滞在とか分ければね、全然狙えるんじゃないかなと思います。で、えー、こちらはですね、まああの、 プロモーションコードとかを入れるキャンペーンじゃないので、まあ先ほど言った ANA とね、えー、コラボしたキャンペーンもそうなんですけども、えー、一緒に利用することができるので、まあ、それもね、普通料金とプロモーションコードを入れた料金をね、えー、比較してもらって利用するっていう形になります。まあですので、こちらのキャンペーンは対象ホテルも特にここはダメとかここだったらいいみたいなのもないので、まあ今回の キャンペーンはいいですよね。まあ、いいですよねっていうかまあ、狙いやすくていいですよね。あのー、前回あ、先ほど言った、えー、ANA のね、キャンペーンは、えー、対象ホテルが限られてまして、しかもね、国内でも、えー、限られてるホテルに,になっちゃいますんで、まあそれだとね、あの、そこに利用しなかったら結局利用できないってことになっちゃいますかね。 で、このキャンペーンは、えー、滞在をね、2滞在こなして、こなすと、オファーのね、詳細の E メールが来るそうなんで、そうすると、また次のキャンペーンが見れるっていう感じになっております。で、私もね、幸い11月にニューヨーク行きますんで、まあそこで多分、達成できるんじゃないかなって個人的には思ってるんですけども、まあ、言ってもね、今回のこのキャンペーンは2000ポイントなんで、 利用する予定がね、ある方はね、ぜひ狙ってほしいなと思うんですけども、これだけのためにっていう感じでね、利用するのはちょっともったいないかなってのは個人的には思います。まあこの、アンロックモアっていう、もう次のね、キャンペーンが、まあどれだけすごいかにもよるんですけども、その次のキャンペーンがすごいものだったらね、もちろんあの、狙えって感じになるんですけども、まあそればっかりはね、ちょっと、あ、蓋を開けてみなきゃわからない部分があるんで、まあ今回は、まあ、 利用できたら、ぜひ利用してみたらいかがですかっていう感じですよね、えー。今回の動画はね、まあこんな感じで、マリオットボンボイの新しいキャンペーンが、えー、始まりました。で、このキャンペーンもですね、登録が必要ですので、登録はね、12月31日までに行ってください。で、登録ページもね、この、 え、動画の概要欄に入れておきますので、まあ、そちら見てもらあの、そちらからね、アクセスしていただいてもいいですし、まあ、私はね、携帯の、え、マリオットボンボイのアプリにもね、え、来てましたんで、えー、マイアカウントからプロモーションとていうところをね、選択していただければ見れるように。 えー、見れると思いますんで、一度チェックしてみてください。えー、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。で、私ね、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。で、私のチャンネルでですね、こういうマリオットボンボイのポイント、 え、マリオットボンボイの宿泊レビューとかね、ANA マイル、ANA に関すること、あと、えー、お得情報、クレジットカード、あと私の大好きな街ね、ニューヨークの紹介とかね、のもやっておりますんで、もしよかったらね、えー、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。えー、それではね、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。